光と光る光の目安らぎ捨てて全てを捨てて悪を追って空かけるあ夢か。まさしくスパイダーマン。おい、シンコ、電話だぜ。どこ行っちまったんだ。はい、もしもし。山城拓也君だね。はい、そうです。あなた？君の恋人とご兄弟はお預かりしてある。何？私はホテル浦島の813号室で君をお待ちしてる。あ、もしもし、もしもし。山城拓也は呼び出し電話が罠であることを知った。しかし囚われている瞳や信子たちを助け出さねばならない。拓也は行動を開始した。お待ちしていたスパイダーマン。私の名は間宮十三、インターポール秘密情報部の者だ。インターポール秘密情報部？なんだそれは。鉄十字団と戦うための秘密機関だ。何？
妹や弟を誘拐しておきながら何がインターポールだ。それは違うぞスパイダーマン。君の恋人やご兄弟は誘拐したのではない。ただホテルのプールに遊びに来てもらっただけだ。いい加減なことを言うな。嘘だと思うなら見るがいい。ほらほら、タクジ、ほら皆さん楽しそうだ。何のおもてなしもできないが、十分に遊んでいってください。インターポールマミヤ。ねえ、私たちにこの招待状を送ってくれたマミヤさんって一体どんな人かしら。どうだっていいじゃない、インターポールの人だって言うし、こうして招待されてきてるんだから。でも気になるじゃない。うん、ならないならない。うん、私はどうしてもスパイダーマンの正体を突き止めたかった。だからわざと鉄獣団に情報を流し、君の兄弟を襲わした。何？私は君の恋人や兄弟の近くにスパイダーマンが出没することを知っていたからだ。そして山城拓也君がスパイダーマンであることをようやく突き止めた。心を割って話し合うために君の正体を突き止めた。これだけはどうしても分かってほしい。鉄十字団は俺のこと？いや、奴らまだ知らない。奴らには絶対に君の正体を知られてはならぬのだ。これを見てくれ。今年に入って中近東から石油を運ぶマンモスタンカーや貨物船が魚雷の攻撃を受けて次々と沈んだ。我々はその原因を突き止めた。スパイダーマン、我々に力を貸してくれ。手を握り共に鉄十字団と戦おうじゃないか。どうした？鉄十字団が来る。何？奴らこう嗅ぎつけたのか。ここから動かないようにしてください。指定の貨物船へ来い。スパイダーマンは鉄十字団と決戦の時が来たことを全身で感じ取った。
でかしたぞ。捕らえたインターポール私立情報部の間宮はスパイダーマンが何者なのか正体を必ず知っている。手段は選ばん。攻めに攻めてスパイダーマンの正体を暴くだせ。モンスター教授、スパイダーマンは我々が待ち受ける貨物船に必ず現れます。貨物船には鉄十字弾による鉄壁の構えを敷きました。スパイダーマンはもはや袋のネズミも同然。アマゾネス、向かうなよ。吉報をお待ちください。スパイダーマンは必ず海から来る。あ、海の中には高圧電流で感電するネットが仕掛けてあります。よし、テストをしなさい。スパイダーマンの正体を吐いたか。いいえ。しぶといやつめ、やめろ。開門。必ずスパイダーマンの正体を吐かしてやる。これを見ろ。コンビナートに魚雷攻撃を加え、コッパみじんにするんだ。開門。スパイダーマンの正体を言わなければコンビナートを爆発させると言ってるのだ。これで邪魔者は誰もいなくなった。開門。コンビナートを爆発させろ。やれ。やめろ。それだけはやめてくれ。
キラリと光る怒りの目、スパイなんか。安らぎ捨てて捨ててを捨てて悪を追って空かける。 Change me a pardon。鉄十字キラースパイダーマン、おのれスパイダーマン。スパイダーマン、スパイダーマン、逃がすな。おや、俺は最後まで奴らと戦う。あなただけ逃げてください。スパイダーマン向こうです。さあ、
しんべん開魔王だ。スパイダーマジン GP7。 マーベラチェンジレオパルト。これからも鉄十字団は我々にあらゆる攻撃を仕掛けてくるに違いない。しかし私は希望を持った。君の活躍を目の当たりに見て、私は争いは好まない。だが敵が無法な戦いを挑んでくれば、私は断固として戦う。スパイダーマンに休息はない。彼が安らぎを得るときは自らの死か、あるいは鉄十字団を全滅させたその時以外にはないのだ。戦う不死身の勇士スパイダーマン。走る